入ってきました。はい、一服終了だそうです。あまり時間がないが、S 剣ですね。S 剣、 S 剣基本に立ち返る S だな。これホンダはかなり辛いですよ。これ辛いですか。なんせ昇竜と波動の隙が少なすぎて。剣の波動あれでしたっけ、あの出るまで遅いけど打った後が隙がない、隙がない的な。ないですね。出るまでも S は結構早いじゃないですか。 S は早い。あ、なんかそう言われると早い気がする、うん、あ、これめくりからしゃがみ中 P。 今の昇竜このままつながるから打ち打ちを死ぬと痛いやつだ。しゃがみ中 P も強い。分かってますね、ゲスさん。百裂をしゃがみ中 P で潰すっていうの。お、投げる。さあ、たわら投げから。さあ、たわら投げは有効ですね。お互いたわら投げってすぐ出てきてるあたりやばいですね。出ますから、さすがに。あの中継投げです。ホンダの中継投げ、はい、中 P。 さあ、取れればというところですか。波動踏んでしまってからの、おう、あっと、しゃがみショッピー。今大パンヒットしたからなんかつながるようなものだったけど、まあ、目押しミスというところで、これで1-1。はい、波動、波動、なんだかんだ言って波動なんですよね、この組み合わせ。この距離はきつい。この距離は一回垂直ジャンプで仕切り直しをしないとなかなか厳しい。これですよ。ただホンダは垂直ジャンプであの軌道修正効かないから。そうですね。あ、さっきのこれしっかり昇竜までつなげてる。大頭突きを出してしまうとこれがあるから怖い。まずはゲスさんが一勝。さあ、これ両陣さんにとってかなり厳しい対戦になりそうですね。厳しい組み合わせですね。そもそもホンダは道着がみんな辛い。 S 剣は屈指の辛さですからね。足払いから あっという間に半分。これこれこれと昇竜出なかったんで助かった。さあ、まだあるよ。大昇竜上昇中間全無敵です。お、今の着艦はない3段。しかし出る、振り向き昇竜が出る。出るんですね、振り向き昇竜。やりますね。台形も判定が強い。そして今の斜め45度から飛ばれるとホンダはガードしかない。落とす技がないと。昇竜ガード、なんとか。おお、入れ替わった。ワンチャン。今のはかくらん。剣がガードでしのいでいる。体力リード守って、うん、ああ、うまい、うまい。下がってジャック波動、うまい。これで体力逆転。ホンダはなんとかこの台形、しゃがみ台形で返されない飛び距離から飛ばないといけないんだけれども、その前挑戦が難しい。しかしちゃったけど、これ削りきれない。あ、ですね、大昇竜。今のは完全にゲスさんが待ってたね。飛んでみると、うまいですね。ただあれはどこかで飛ばないとどっちにしろ厳しいところですね。使い分けがやっぱ、そしてゲスさんうまいですね。ゲスくんうまいですね。うまいですね。弱小竜なり大小竜なり、おお、あの X だと相打ちとか潰れる系の 大小竜をしっかりあの出していくっていう。おお、3ヒット最大。今のはなんとかうまくありますよ。出る、まあ、リバサじゃないけどちゃんと出ますね。でもめくりよく出ますね、ゲスさん。あんまりこう剣にはこういう重ねはなかなかシビアなんですよね。なるほど。おっと、昇竜ミスかな。あ、リバサ、今度はリバサ表。さあ、両手さんなんとか近づいていきたいとですけど、やっぱこの球が、うん、やっぱりゲスさんはなかなかこう勝利の精度が高いから、起き上がりに置き攻めしようとしてもなかなか完璧なタイミングでないと勝利で返されるんですね、はい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 、逆にその昇竜を見越して何も出さないで昇竜の空振りに技を入れてっていうところ。あー、これ、あー、辛い。この台足が辛いんですよね。いやー、そこにも足払い合わせる。さあ、厳しい。この距離は最悪の距離。勝利。さあ、あるか。しかしガードしてればいいんだよな、これ。しゃがみ中、しゃがみ中、やっぱり言ってたら本当に振ってる。分かってはいるんだけれども、あのしゃがみ中パンの判定が強いので
なかなか戻りにおかまげりを差し込むのも厳しい、下手におかまげりを入れようとすると勝利を食らってしまうという厳しいところですね。さあ飛びが1回、まあ、そんなはジャンプ台系の判定が強いので、うん、なんとかこの剣の台足が当たるか当たらないかのところでうまいこと台系を出したり出さなかったり、出さない、おかま飛びですね、狙っていきたいところ。ただ大昇龍の前に入っちゃうと前を打ってくるんですよね。あとは大昇龍でうまいこと技を出さないで大昇龍が使ってくれるような間合いで飛ぶのも大事だったりすると、はいはいはい、さあでもうまくここは1本取った領事本田、そうですね、さあ待望の一勝、1試合返したいですね。うん、若干の隙はでかい。さあこの波動を、ま、飛び越すっていう行為が本当難しいんですよこのゲーム。厳しいですね、コパン連打。大昇龍よく見てる、安いけどいいぞと、これは自動的に大パンが出るやつですね。厳しい、投げ落とした、見てる、しっかり出る昇龍、これで1本取り返す。剣引きつけなくてもそっか全然カスあたりでもいいやと投げる。さあ歩き投げ、おっとめくった、ナイスガード、頭突き、頭突き、頭突き連打、頭突きをあんまり連打してるとまた飛びからの三段を食らってしまう、怖い。これ傘当たりだった、ちょっと安い、ここで飛びが落とされるんですよ。ちょっと勝利の突きが、おっ、あー割り込んだ、今のは何が良かったんだろう、あとちょっと投げは厳しかったかな。これで4勝ですか、4勝ですね、ヨジさん辛そうな顔して、あと1勝頑張って。さあフリップの時間とともにこの5先が終わってしまうのか、時間的にはおちょっと11時を回っているところ、コッパン連打、飛んでしまう、波動が傷つらい、この組み合わせはきついよ、これ中流拳が、お危ない、あの潰し台形が決まるんだけどここから繋がらないんだよな。いやいや広く使いますね、これでリーチ、ちょっとでも危険区域に入ると画面を広く使ってるのもまた、そうですね、徹底してますね本当。さあ触ら触ってからの、ここは全部読み勝って、飛びが1個でも入ればいいが、そうですね、ただ頑張れ、いやここで組んでしまった、ジャンプ台ピア足払い波動、おっとジャンプ台系、これですね、さっき言ってた、はい、台系の判定が強い、ここが唯一、これがさあ頭突き入って、減る、これで4分の1、わた上から踏まれた、体力は逆転されてしまう、いや厳しい時間、波動はもっと突き入ってまだあるよ、あぶー今のは、あっ突き あるよ、あと一発、あー無情、あー無情ということで終了、勝った最後惜しかったけど、そうですね、本当に月産が 5-0 で最後勝利となります。お疲れ様でした。 SK が厳しかった。そしてフリップが、これで同時で終了ですね。